本日は日産自動車から発表があります。突然ですが、今私を照らしているこのライト、実は電線もコンセントも不要なんです。その秘密はバッテリー。バッテリーがあればこんな場所でも照らすことができるのです。なぜ我々自動車メーカーがバッテリーの話をしているかって、2018年私たちは世界に先駆け、電気自動車のバッテリーを本格的に再利用するプロジェクトをスタートさせます。そして開発されたのがこのライト。車由来の高性能バッテリーで、日本の照らせなかった場所、世界の照らせなかった場所を照らしていきます。極端に言えば雲の上だって。これはライトの話にとどまりません。非常時の都市や送電インフラが整備されていない地域でも電気が使えるようになるのです。電気自動車の普及をバッテリーの普及に変える。世界はきっと少し変わる。走るための役目を終えたバッテリーは人のために生き続けるのです。